問題、三角形の部屋が9個あります。この部屋からスタートして、隣の部屋のうちどれかを同じ確率で選んでそこに移る。手の上2回繰り返したとき、最後にこの部屋にいる確率はいくつでしょう。何これ、ちょっと複雑すぎてやる気が起きないよ。複雑？別に複雑じゃないよ。え、そうなの？とりあえず、この3部屋を黒で塗って、残りは白のままにしとくよ。ああ、そしたら白黒白黒。って交互にしか動けないのか。スタートは黒、ゴールも黒で、奇数回動いた後は白にいるから、N が奇数だったら答えは0だね。確かに。N が偶数の時を考えるよ。偶数回動いたら絶対黒にいるから、黒だけ見ればいいのか。でも、3部屋ってまだちょっと多いかな。今度は、全体が左右対称なのを使うよ。ああ、真ん中からスタートしてるし、ここにいる確率とここにいる確率は同じか。ってことでこの2部屋を合体するよ。この大部屋にいる確率の半分が答えだね。2部屋まで来たらさすがに単純で、計算するよ。i 回動いた後に大部屋にいる確率を qi って書くと、スタートにいる確率は 1-qi？あとは、i ターン後に大部屋にいる確率が分かっているときに、i たす2ターン後の確率が分かれば、終わりだね。まず、i ターン後に大部屋にいるときに、i たす2ターン後にもいる確率は、ここから確率3分の1で上に行って、そこから確率2分の1でスタートに行っちゃうけど、それ以外のときは大部屋に戻るから、6分の5だね。じゃあ、i ターン後にスタートにいるときに、i たす2ターン後には大部屋にいる確率は、スタートから確率3分の2でここかここに行って、そこから確率2分の1で大部屋に行くから、3分の1。あとは教科書通りにやれば qn がも止まるよ。これの半分が答えだね。予想通り、n が大きくなると3分の1に収束するよ。ご視聴ありがとうございました。